やっぱパクジョンバム、Yeah. 思い出すのは、ションベン横丁で、飲んだ時に喋った、その映画には、その映画の真実はペインにこそ宿るっていう、痛みとか傷とか、そういう一言がやっぱすごく思い出に残ってて、そこが出発点になったじゃないかなと思ってるんですよ。その痛みでこそ人とつながるっていう、人は理解できるっていうような、なんか新しい視点を学んだ気がして、この映画のなんかこう構想のきっかけに間違いなくなってるなと思うんですよ。その話をもうちょっと詳しくしてほしいんですけど。예, 그건 저도 그때 아이가 기억이 납니다. 그 부산 영화제에서 만난 이후로 이제 여러 번 우리가 식사를 가지면서 영화에 대한 이야기를 많이 나눴었는데, 고통에 대한 그러니까 얘기가 나온 이유가 영화의 주제가 뭐냐였어요. 그래서 영화를 이제 하게 되는 주제가 나는 고통이다, 페인이다. 근데 그 페인이 사실 누구나 가지고 있는데 그것을 어떻게 표현하는가, 어떻게 전달하는가가 바로 제가 생각할 때는 이 영화가 가지는 장르라고 할까요? 색깔이랄까요? 그런 거를 결정한다고 생각했고 그런 이야기를 나눴습니다. 그리고 여기까지 끊을까요? 너무 네. 예. そのような話をしたことを覚えております。覚えています。釜山映画祭で会った後、何度か一緒に会って、お酒を飲んだりとかしたんですけれども、その時にいろんな映画についての話をしました。で、その時に苦痛についての話をしたんですけれども、その苦痛の話が出た理由というのは、映画のテーマは何かっていう、そういった話をしていた時だと思うんですね。で、僕はその時に苦痛、ペインというものであるというふうに思う。苦痛、ペインというものは誰もが持っているけれども、それをどのように表現するのか、どのように伝えるのかによって決まるっていうような、そういった話をしました。そうですよ。얘기를 하다가 이제 그 이시유야가 가지고 있는 그 영화 세계, 저는 그때 만났을 때 이미 이시유야 감독이 만든 영화를 전편을 다 봤었을 때거든요. 한 편만 못 봤네요. 그 야구 그 영화만 빼고 모든 영화를 봤을 때였고, 그리고 그때 이제 이시유야 감독이 고통을 다루는 방법에 있어서 상당히 신중하고 그리고 그 고통에 대한 해석을 가지고 있는 감독이라는 것이 저하고 아주 친구가 되었다, 그런 친해지는 어떤 계기였던 것 같아요. で、その時に、僕自身は、その時点ですでに石井監督の世界観というものが分かっていたんですね。一本だけ野球に関する映画、それ以外は全部石井監督の映画を見ていたので、で、それを見ていて、石井監督の世界観というものについては理解していました。で、その時に、あ、本当に苦痛についてちゃんと解釈を持っている、そういった、苦痛についての解釈を持っている監督さんなんだなというふうに思って、それが親しくなる、友人になるきっかけになったと思います。그리고 영화가 가지는 어떤 가장 기본적인 요소가 재미하고 의미라고 생각하면, 이시유야 감독은 그 고통을 전달하는 데 있어서 그 유머랄까요? 인간에 대한 여유? 그런 것을 잃지 않고 그 의미를 전달하는 어떤 자기만의 스타일이 있어요. 그리고 그것을 한번 한국에서 이런 또 완전히 다른 환경과 내러티브를 만들어야 되는, 그러니까 내적인 조건, 외적인 조건이 완전히 바뀌어진 상태에서 그것이 어떻게 나오는지 좀 궁금했고 그걸 보고 싶었습니다. 죄송합니다. 앞부분이 잘안 들렸는데요. 예. 그러니까 재미라든지 뭐라고 하셨어요? 그러니까 보통 영화를 이제 네. 얘기할 때 재미있는 재미와 의미가 있는 영화로 이렇게 구분을 하잖아요. 근데 네. 그랬을 때 보통 이렇게 사실주의 영화들은 의미에 편도되고 재미를 놓치는 경우가 많은데, 그러니까 제가 말하는 그 고통을 전달하는 영화들은 좀 쉽게 말해서 우울하거나 재미가 없는 경우가 많은데, 유야의 영화에는 유머를 놓치지 않고 그 의미를 가지면서도 고통을 전달한다라는 것에 대한 의미를 놓치지 않고 그 유머까지 전달하고 있다는 지점이 저한테는 아주 부러운, 그리고 같이 만들어보고 싶은 지점이었습니다. 그리고 그래서 한국에서 완전히 다른 조건에서 영화를 만들면 또좀더 자유롭고 다른 영화가 나오지 않을까라는 생각을 하게 되었죠.
映画という時には一般的には面白さとか意味を伝えるですとかそういったものが映画には込められていると思うんですね。でも例えば事実主義というものを伝えるそういった映画の場合には意味の方にあまりにも偏ってしまって意味を伝えるっていうところにあまりにも偏ってしまって面白さっていうものがそがれてしまいますよね。で一方で苦痛ですとかそういったものを伝える映画というのはちょっと憂鬱だったりそういったところがあるので面白みに欠けるっていうことが多いんですけれども、ですけれども監督さんの映画というのはなんかちゃんと意味を伝える苦痛という意味を伝えているそういったことがきっちりと伝えながらなおかつユーモアという部分もきっちりと抑えている。でそういったところがすごく羨ましいなというふうに思いました。なので一緒に作品を作ってみたいというふうに思いました。で韓国という全く条件とかが変わってしまったそういったところで映画を作れば自由に面白い映画が作れるのではないのかなというふうに思いました。だからあの一言はすごく自分にとってかなり大きな一言だったんですよ。そういうふうに解釈することがなかったんで自分の中で新しい発見だったんですけど、そういう真面目な話をした後に確か池松くんも合流して明け方に新宿のものすごいこう異様なおばさんのいるバーに行ったんですよ。へんてこなものすごい奇妙な奇跡的な体験だったんですけど、そういうあの一晩の体験が そのまま考えてみればこの映画になったんだ今思います。マクジョンも覚えてる？ちょっとくなるのはあんま평생잊지못할것같은데僕もその日というのは生涯忘れることができないと思います。이제가진짜세개인가네개밖에없는바를태어나서처음가봤거든요조그만바를그리고그술을언제처음보셨다고요예그런술집을처음가봤어요아주조그만그러니까보통방크기에한3분의1밖에안되는술집이었어요네그조그만술집에네아주머니가주는대로마셔야된겁니다아すごく変わったところでしたよね。初めてですの経験でした。なんかおばさんがくれたらくれるものをそのまま飲まなきゃいけないんですよね。でも너무무서워아아주머니なんか怖いおばさんがいて覚えてますよ。池松님도기억하시대요2017年とかですね。2017年にやっちゃう。確か。あのおばさんなんて例えていいかわかんないんですよ。なんかね、なんとかの館っていうお店じゃなかったかな。そんな名前だったような気がする。あのおばさんを形容してくださいって。それ。이상한꿈이죠그러니까악몽은아니고괴이한꿈이죠다시는근데악몽은아닌데다시꾸기는좀싫은なんか악夢ではないんですけれどもちょっと不可思議な夢악夢ではないんですけれどももう二度と見たくない夢その通り저는딱지금그때떠오르는그분의얼굴이그미야자키하여감독님만화중에예예예예그러니까시로에나오는그마녀같은얼굴이있어요그래갖고좀좀비슷해가지고좀약간어디이렇게만화에나올법한마녀얼굴을해야하는분이었어요あのおばさんの顔を思い浮かべると宮崎駿監督の千の土地広の神隠しに出てきた魔女のような顔でした。本当にそうです。갑자기없는술집이딱생긴것같은느낌이었어그때도약간갑자기없는뭐요술집이갑자기나타나는なんか今まで存在していなかった飲み屋さんが急に現れてきたような。いや本当にそう。ねえマジよ。なんか空いてなかったんですよねどこも。もうそこしか空いてないみたいな感じで、あもうここに入ってしまえみたいな。ねマジよ。それで帰ってもちろん。そうですよね。それで日が昇るまで飲んでましたよね。そう。ねマジよ。あ、그거는제기억에없는것같습니다。それは記憶にないですね。だからそういうパクジョンボムと一緒にいるとその起こるはずのないことが起こるっていうことをなんかこうなんていうのかな体験としてこう実感するんですよ。それが人生の面白さじゃないですか。だからそういう映画を作りたいと思ったんです今回。그래서사실그러니까저는그때이영화에대해서도얘기했지만뭔가새로운원래초고는지금거랑은조금더차이가있어요그러니까지금버전의이야기하고는좀차이가있는데제가맨처음에봤을때그초고시나리오를봤을때한국에와서찍으면좋겠다는생각이딱들었었습니다왜냐면이제까지이시유야감독이가지고있는색깔하고완전히다른어떤
지점을 제가 캐치를 했다고 할까요? 그것이 느껴져가지고 한국에서 좀 더 그것을 더 자유롭게 할 수 있지 않을까, 무엇인가 새로운 곳에서 새로운 시선으로 볼 수 있지 않을까라는 생각을 좀 했었던 것 같아요. 新しいあの試みができたのではないのかなというふうに思います。シナリオのバージョンが何回か変わったんですけれども、僕自身は監督が韓国でこう作業をすると、新しいカラーというものを見出せることができるんじゃないかということを私は察知しまして、韓国では新しい試みができるのではないかというふうに思いました。その通りです。だから今度はパクジョンバムに日本に来て映画撮ってもらいたいなと思っています。いえ、ちょうど。ただ長いその パクジョンバムと出会ってから、この映画がその作られるに至るまでのストーリーは長いその年月があるんですけど、まあ割とそれをギュッと凝縮したシンボリックな一日はまあその日だったと思うんですよ。あ、そうなんだ。その通りです。それですいません、ね、ヒソさん。いやいや、もう面白いお話。ストーリーを今語ることに今必死で、まだこのストーリーの中にまだヒソさんは出てきてないです。あ、そうですね。 いや、面白いです。全然知らなかったんです、そのバーのことは初めて聞きました。確かに行きたいなって思う。多分もうないでしょうね。ああ、そうですかね。やっぱ幻だったんだと思う。ファンタジンが、ファンが。それで、いろんなそのやりとりを、まあ、パクジョンバムと続けて、それで、まあ、映画を作る、一緒に作ることになったんですよね。まあ、俺とそのパックさんの関係性の関係性っていうのがすごい強かったんですけど、 まあ当然かなり早い段階で池松君とも、あのパクジョンバムでやって、その日もいたし、まあ池松君がどういう見方を教えたのかっていうことをこれから話してもらえますか。いや、なんかね、新しい話にならなくて申し訳ないんですけど、すいませんね、ヒソさん、昔話ばっかりちょっと聞いててください。まだ出てきてないから。あの僕が出会ったのが2016年で、いや、2015年、審査員で出会った。14年。14年。プサン映画祭の審査員をやって帰ってきた石井さんと会った時に、そのパクさんの話を聞いたのをすごく鮮明に覚えていて、で、そのパクさんっていうのがどういう人かっていうことをこう散々話してくれるんですけど、やっぱり一番印象に残ってるのが、これまで出会った中で一番目が綺麗な人だって、 っていうふうにパクさんのことを形容して僕に話してくれたんですね。で、それがすごく印象に残ってて、まあその時その話してる石井さんの目もまああまりにも綺麗だったんですね。で、それを見て僕はもう、あ、とんでもない出会いをしたんだなっていうことをなんとなく察知したのを覚えていて、 で、2016年にパクさんが来た、日本に来た時に、朝から晩まで、 岩盤浴行ってキャッチボールして、いろいろ行きましたよね。新宿行って UFO キャッチャーして、まあ長い一日を、まあもうそこで本当にその、まああの日は3人で、多分その後に永井さんが合流した、日本側のプロデューサーの永井さんが合流したんですけど、もう朝から晩までずっと2人が喋ってる姿を見て、 で、英語で喋ってるけど、多分 6、7割ぐらいしか理解し合ってないんですよね。それでもなんかもうずっとその会話が続いてて、心が通っていることがすごくわかりましたし、石井さんが言っていたパクさんが目が綺麗だっていうことも、もう、すぐにわかりましたし、まあ僕はそこから交流が始まって、パクさんが言ったそのペインの話、 あれはもう僕もものすごく覚えていて、僕パクさんから聞いたんじゃなくて、その後石井さんから聞いたんですよね。で、僕が記憶しているのは、パクジョンボムが、ペインにしか真実は宿らないって言ったと。で、それが僕も衝撃的で、それについてまあ石井さんとその後もたくさん話しましたし、 あの言葉はもう未だに残っていますし、その後のやっぱり自分の活動、俳優活動をやる上でやっぱり、かなり大きく影響していますし、まあそれだけでなく、やっぱりパクさんがなんかこうふと言ったこと、ものすごく影響を受けてる部分があるんですよね。
말을 잘해야겠네. 그러니까 僕 것을 すごく よく 話 してくれ たん です 何 を 言 ってる んです か? でも ずっ と 메모 取って た けど それ を やっぱり その 僕 は これ まで 韓 国 っ ていう もの を やっぱ どこ か 韓 国 映 画 から 理 解 して いた よ う な 所 が あ って、 これ まで 触 れ て きた 韓 国 映 画 から、そこでその石井さんがパクさんと出会って紹介されて、僕もパクさんといろんな時間を過ごすようになってから、やっぱりそのパクさんの目を通して、あの本当にいろんな韓国を見せてもらったんですね。もうあのここでは話せないようなところからいろんなところに連れてってくれて、あの南北の境界線にも連れてってもらいましたし、本当にいろんなところにパクさんがあのガイドしてくださって、なんかそういう目を通して、数年間韓国というものを理解してきて、だからそのこの映画には最終的に本当にその志の高い、キャストとスタッフが集まってくれて、こうやって完成しましたけど、やっぱり何より、たくさんのキーマンがいましたけど、何よりやっぱりあの石井さんとパクさんが出会ったこと、それが全ての始まりだったなと思います。제 생각할 때는 이게 뭐랄까 자연 발생이 된 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 지금 뭐 이케마 소스케 배우님도 그렇고 최소 배우님도 그렇고 뭐 김민재 배우님, 오다기리조 배우님 뭐 이렇게 지금 제가 영화를 집에서도 가끔씩 다시 보거든요. 마치 뭐 사진, 오래된 사진첩을 이렇게 열어보듯이 제 바탕화면에 있어서 영화를 자주 보는데, 볼 때마다 아 뭔가 이 영화가 어떤그리고어떤변화의어떤한페이지의시작이라는생각이들고요. 그래서저의인생에서도아주제영화역사라고할까요?뭐과정에있어서도아주아주아주유의미한그1년이었던것같고요.그코로나로시작해서정말어렵게과정을겪었던영화였지만,어쩌면그래서이영화가코로나의시작때영화가만들어졌다,그리고만들기시작했고우리는완성을했다가,어쩌면이영화가가지고있는어떤의미하고맞아떨어지는것같은이상한기운까지들었어요.그리고지금도뭐코로나중에있지만어떤이영화가가지고있는에너지랄까요?그리고어떤의미,가치는앞으로도계속될거라고생각합니다.本当に自然発生的だったのではないのかなというふうに思います。この映画で一緒にさせていただいた皆さんもそうですけれども、それ以外に小田切丈さんとかいろんな方がいらっしゃいましたけれども、時々僕は彼らに会うわけなんですね。昔の写真を取り出すように、なんか作品とかを見てよく見るわけなんですけれども、なんか本当にこの映画というのは新しい変化のスタートの1ページだったのではないのかなというふうに思います。自分自身の人生というか、映画の歴史というか、映画の過程の中でこの映画というのは非常に大きなものでした。僕にとってあの1年間というのは非常に意味のある、そういった1年であったというふうに思います。この映画というのはコロナで始まって、コロナで終わった、でそういった映画とも言えるとは思うんですけれども、本当にこの映画が持っている意味というのと本当にぴったりなんかハマるのところがあるのではないのかなというふうに思います。コロナというは今現在も続いていますけれども、でもこの映画が持っているエネルギーですとか意味ですとか価値、そういったものはずっと続いていくのではないかと思います。いいこと言いますね。あとはその僕たちの友情とこの映画は、やっぱそのビールっていうものを介在に、そのビールを飲みまくることでやっぱいい友情が築けたし、いい作品になったとも思うんですけど、パク・ジョンボムにちょっと言いましたけど、日本撮影終わって日本に帰国して、もう本当3日後ぐらい、いや1週間後ぐらいですかね、痛風になったんですよ。これもいい物語だと思いませんか？いい物語。좋은얘기죠。いやいや、 Your fault。 Your fault。Yes. 피디님탓이에요. Yes. 왜냐면나도같이아팠으면은내탓이아닌데저만안아팠기때문에제탓인거죠. 僕も一緒にいたかったら僕のせいではないんだけれども、一人だけいたかったので僕のせいですよね。ちょっと時間が空いて
근데 그렇게 맥주를 마시고 사실 이렇게 뭐 술을 많이 마시는 자리에 그렇게 오래 앉아있고 서로 얘기를 끊임없이 할 수 있었던 게 더 중요했던 것 같아요. 뭐랄까요? 아, 마음에 맞는 친구를 만나는 느낌이죠. 그러니까 영화 얘기만 만나서 하루 종일 영화 얘기만 했는데도 끝나지가 않았으니까요. 그리고 뭐 그렇게 맥주를 마시는 거는 사실은 약간 습관을 있게 하는 어떤 그런 약 같았어요. 그래서 한 만나면 일주일 동안 계속 같이 지내고 3일 동안 같이 지내고 뭐 영화제 내내 심사하면서 같이 있고 그럴 때 약간 맥주는 그냥 습관을 약간 있게 하는 약 같고 물 같은 느낌이었지만 이게 뭐 엄청 취한다 뭐 그렇게 해서 뭐 필름이 끊긴다 아니면 뭐 뭔가 잘못된 일이 있다 그런 게 아니라 뭔가 그 옆에 있는 차 같은 음료수 같은 거. 필름이 끊긴다든지 나쁜 게 아니라 그 옆에 있는 뭐라고 하셨어요? 아, 그렇게 나쁜 일이 일어나거나 이렇게 나쁘게 되는 게 아니라 원래 술을 많이 먹으면 실수를 하잖아요. 네. 그런 게 아니고 그냥 계속 물처럼 마시는데도 계속 영화 얘기를 하고 뭔가 이상한 나날들이었던 것 같아요. 근데 인생에서 그런 시간을 몇 번을 보낼 수 있을까라는 생각이 들기도 해요. 그래서 저도 일본에 가는 거고 이 친구가 일본에서 오면 그렇게 만나서 영화 얘기만 하는 것 같아요. 예. 그러면 과정에서 이렇게 영화도 나왔고요. 거기서 끝났으면 우리가 그냥 알코올 중독자일 텐데 그래서 영화를 만들어야 했으니까 그냥 말할 게 있네요. そうですね、そうやってビールがある場所、またお酒がある場所に一緒に長い間座って話を続けられるっていうのが非常に重要なであるというふうに思います。心が合っている、心と心がなんか通い合っている、そういった友人だからそれができるというふうに思います。本当に監督とは一緒に会って一日中映画の話をしていても終わらない、そういった友達であるというふうに思っています。本当にビールを飲むというのが習慣みたいになっていて、一週間飲んだりですとか、また映画祭であったらまたずっと飲んだりですとか、そういうことをやっているわけなんですけれども、でもそれで途中で記憶がなくなっちゃうとか普通失敗してしまうとか何かミスをしてしまうとかそういったことがあるとダメなんですけれどもでもそういうことなく本当に水を飲むかのようにビールを飲んでいましたで本当に、だから私自身も日本に行って監督に会いますしまた監督が韓国に来たらまた会って映画の話をするわけなんですよねでそれで終わってしまっていたらアルコールただ単なるアルコール中毒で終わってたんですけれどもこれで映画ができたからよかったですよねまあその歴史の中でいよいよヒソさんと出会うわけなんですけど2019年は本当にその日韓関係がすごく悪くていろいろ映画制作でも困難がつきまとったんですけど本当によくこの仕事を受けてくれたなと思って今でも感謝してるんですよね。パクさんと石井さんと池松さん私は3人とも映画で初めて出会ったのでその映画の、まあ、石井さんは映画を作った方なんですが石井さんの映画を見て池松さんが出演する映画を見て、うん、パクさんが出演して監督した無惨日記という映画をもう見たことがあるのでこの3人が集まって韓国で映画を作るというそういう発想からすごく面白いなと思いましたし私もその挑戦の中で一緒にの映画を作れたら本当に楽しいだろうなと思ったんです、はい、チャレンジャーですよね、うん、そうですね挑戦大好きですね初めてなんでそんな挑戦大好きなんですかいや何か便利なことがあんまり好きじゃないんですね初めて何かをして刺激を受けてこれを乗り越えたというそういうなんかこれも中毒みたいなものなんですが初めて習い事をして何かを習ってそれを成功させたというそういう経験が私の人生ではすごく重要なパートだと思います、うん、あとは私個人的にはやっぱり日本で過ごした5年間がすごく私の35年の人生の中で一番重要な時だったんです初めてお芝居をして演劇をしたんです小学校5年生の時初めてテレビドラマを見たし初めて映画館に行って日本の映画を見たもう映画というものは初めて映画館で見たところが大阪だったので私の幼少期のその5年間
日本で過ごした5年間はすごく私の人生にとって影響が大きかった。そういう時期で、やっぱりつか日本の映画監督とか日本のドラマの方々と一緒に働いてみたいな、日本の役者の方と一緒に働いてみたいなという、そういう夢はあったんですね。その夢をその夢の始まりみたいな、そういうワクワクした気分もあったんです、初めて。はい。여기서조금더이야기를하자면이시감독님을처음만났을때눈이너무강해서진짜깜짝놀랐던것같아요아私が通訳しますね이시さん初めて出会った時の目がすごく強くって、これは池松さんの目とはまた違うんですね。石井さんの目はすごく鋭い強烈な何かがあるんです。で、凝視された時にすごくこの人はちょっと怖いなって、そのオーラがもうまっすぐ私に刺さってくるような感じがしたんです。石井監督님의눈이굉장히세다고생각했어요첫인상으로굉장히뭐랄까이케마츠상이랑은비슷하지만또눈이좀다른데이시상의눈은굉장히세고강렬하고응시한다는느낌을받았는데그아우라에조금압도당했던것같아요처음에근데その目を見ていたら아この人はなんか確信がある人だな自分の映画とか自分のストーリー脚本に誰よりも確信があってもうすごく信頼できる監督だろうなと思ったのが初めての印象だったんです。変なレストランで会いましたよね。ちょっとチョンダム。すごく変でした。すごく変で、なんか高くて絶対まずかったところ。あの人の紹介の店ですよ。저희그처음에만났던데가청담동에되게비싼식당이었는데제가보기에전하감독님의취향은절대아니었던것같아요그것이 その目についてちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、パクジョンボンもその前作に少し出てもらったんですけど、要するに日本人の俳優と韓国人の俳優のその要するに何ていうか芝居対峙した時の芝居っていうものにものすごく興味があって、どういうその要するに感情の出し方とか見せ方っていうものが、あるいは感情の積み重ね方っていうのが少し違うんじゃないかと思ってたんですよね。それをどう同じそのフレームの中に撮るかっていうことをすごく心配してて、まあ自分ではうまくいったと思ってるんですけど、実際やってたその張本人同士はどういうその感覚だったのか、どういう違いがあったのかっていうのを聞いてみたかったんですよ。저한테물어보는건가요감독님얘기하는거예요아저는그저번에영화에서이키차타죠이키차타그래서사실은쉽지않았습니다근데왜쉽지않았냐면저는제영화이외에다른감독님의영화에나온게한열손가락안에들어가니까요많이나온적이없고그리고이렇게일본에가서일본어로또하는사람들사이에서그뭐랄까요그들의뉘앙스그리고그들의감정을캐치하면서뭔가를해야되는데잘할수있을거라는고민이들었죠그리고시나리오를여러번읽으면서뭐지금제가이시나리오를읽고제가만약연출이라면이배우에게어떤연기연출을할지라는생각으로연기대결을했습니다예그리고제가만약에연출이라면뭐라고하셨어요중간에끊겼어요제가연출이라면네나에게어떤연기를시켰을지어떤연기연출을했을지를생각하면서이제연기설계를한거죠연기에대한분석을했죠대본분석을했고그리고그러면서이제저도현장에서느낀거는일본배우분들은현장에서의어떤자신의모습을이건제개인적인견해지만응집해갖고순간적으로폭발시키는데상당한집중도를보이고요근데저같은경우는그감정을쌓는데되게오래걸리고그리고그것을사실순간적으로쏴내지는못하는편이거든요그래서약간시동이걸는데걸리기때문에특히감정의깊이에따라서요그런것들에대한준비를좀하는게조금재밌었습니다왜냐면
친구지만 친구 영화에 제가 누가 되면 안 되니까 아침부터 세뇌를 하는 거죠. 잘해야 된다는 생각에. 그래서 계속 이미 트레이닝을 하고 계속 제 거에 빠져서 무엇인가 역할을 해낸다는 과정이 그냥 제가 나오는 장면에 어떤 연출을 하는 것 같은 느낌도 들고 그리고 거기 있는 다른 그 배우분들의 연기를 보면서 또 배우는 지점들이 있었습니다. 뭐냐면 순간적으로 쏟아내는 그리고 그 에너지를 어느 정도 설정을 하면 그 설정값을 떨어뜨리지 않고 계속 지속하는 그 지속성의 어떤 스킬이라고 해야 되나요? 아니면 그 노력이라고 해야 되나요? 하여튼 그런 것들이 진짜 확실하게 감정을 다루는 메커니즘이 조금 배우 좀 표현하는 방식이 좀 다르긴 하다라는 것을 느꼈습니다. 生きちゃってという作品に出演させていただいたんですけれども、それは僕にとって容易なことではありませんでした。というのは、他の監督さんが監督している作品に出るというのは、僕にとってそんなに多くないことなので、多分10作品にも多分出演していないのではないのかなというふうに思うので、それで容易なことではありませんでした。ましてや、日本に行って、日本の人々の間で、彼らのニュアンスですとか感情、そういったものをキャッチしなければいけない、キャッチしながら演技をしなければいけないので、うまくできるのかなということで、悩みもしました。でシナリオを読んで自分自身が演出をするなら、自分はどういうふうに自分をどのように演出させるかなとかそういったことを考えながら演技の設計というか演技の分析をしていきました。で僕が現場に行って感じたことなんですけれどもなんか自分の、姿をなんかこう瞬間的に何か感情みたいのを爆発させるそういった集中力が日本の俳優さんはすごいなというふうに思いました。僕なんかの場合にはこう感情を瞬間的に爆発させるのがなかなか難しいですね、時間がかかってしまうんです。あの感情の深さによってなのでそういったものについて準備をしなければいけないということが非常に面白いなというふうに思いました。で僕自身は自分が他の人の迷惑になってはいけないというふうに思ったので朝から頑張らなければいけないというふうに思ってイメージトレーニングをしながら役作りをしていました。でなんか自分自身をなんか演出しているというようなそんな気分がしました。でまた他の方の演技を見ていて学ぶ点もたくさんあるなというふうに思いました。なんか瞬間的に自分の爆発を自分の感情を爆発させるそういったところもすごいなというふうに思いましたし、またこれぐらいのエネルギーっていうなんかそういったエネルギーの値を設定したらそれをこう落とすことなくずっと持続させるそういったところがすごいなというふうに思いました。また感情を扱うメカニズムというものがメカニズムが違う表現の仕方が違うというふうに感じました。その違いをひとさんどう思ったんですか。これは韓国語で話しています。저는일단이케마츠상이랑가장많이호흡을했는데이케마츠상이게계속눈얘기를하게되는데이케마츠상의눈이너무맑아요그래서그맑은눈으로제가사실보기만해도그야말로저희이제치요시랑소르의대사처럼눈만봐도알것같은그런감정들이되게많았는데저는이거는뭐이케마츠상이일본배우여서라기보다는그냥이케마츠소스케라는사람의배우가갖고있는눈에어마어마한힘이있다고생각을했었던것같아요그래서이분의눈을보기만해도내가힘든걸이사람이알고있구나혹은이소리라는역할이아픈걸알고있구나내가말을안해도이치오시라는사람이알고있는것같은그런생각이들어서굉장히연기할때큰힘이됐던것같고사실처음만나봤던것같아요모든배우를포함해서굉장히저에겐진귀한경험이었고감사했고같이하면서정말큰자극이되었거든요제가쉬는날이제바깥에바닷가를봤는데숙소에서봤는데이케마츠상이혼자서이렇게걷고있는거예요이어폰을꽂고걷는데저사람은지금도역할에대해서생각하고있는것같다는생각이들었어요전멀리서봤는데도아저사람은촬영을안할때에도계속자기역할에대해서생각을하고있는것같고영화에대해서생각을하고있는것같아서그게저는보면서정말매일자극을받아서솔직히말해서제가여태까지했던모든캐릭터를통틀어서가장제가이분덕분에자유롭게연기를할수있었던것같다그런생각이들었어요이
이 힘은 아마 마지막에 저희가 바다에서 서로를 마주보면서 하는 대화 씬이 있는데 그 씬에서 가장 어떻게 보면 폭발을 했던 것 같고 이 모든 거는 이 남자 배우 이케마츠 소스케라는 이 남자 배우분과 제가 처음이지만 호흡을 하면서 느꼈던 이런 경이로움이 있었던 것 같은데 그게 영화에도 나왔지 않을까 생각합니다. 目について話が出たんですけれども私は、池松さんと非常になんか一緒に共演するそれと、撮るそういったシーンが非常に多かったんですけれども池松さんの目を見ていて本当に澄んでいる目をしているなというふうに思いました。なんか、ソルとツヨシの会話にもあったと思うんですけれどもその目を見ているだけでなんか自分の全てが分かってしまうようななんかそういった感情を感じたことが多々ありました。で、これは池松さんが日本の俳優さんだからっていうよりも池松さんという俳優が持っているそういった目の凄さというか目の力があったのではないのかなというふうに思います。で、本当にこう目を見ているだけでソルという人物が非常に大変な思いをして辛い思いをしているということが本当に理解できる。ソルが持っている痛みについて理解しているんだなということがすごく感じられました。で、そういうことが私が演技をしている上で非常に大きな力になりました。で、本当に池松さんという俳優に会ったおかげ で非常にそれは役立ったというふうに思います。本当に今まで会った全ての俳優さんを含めて本当に、池松さんと一緒に仕事をすることで自分にとってはすごい神秘的だなというふうに思いましたし本当にありがたいなというふうに思いましたしまた一緒に仕事をしていて大きな刺激を受けました。で、また休日に休みの時にオフの時に海辺に行ったんですけれどもこのホテルからなんか池松さんがイヤホンをつけて一人で歩いている姿が見えたんですね。で、その時になんか遠くから見ていたんですけれども、ああ彼は今も役について考えてるんだなというふうに思いました。本当に遠く離れていても、あ今彼は撮影のことについて考えてるんだな、きっと映画のことについて考えてるんだなというふうに感じられて、本当にその度に大きな刺激を受けました。で、正直に今まで私が演じた全てのキャラクターを全部ひっくるめて、池松さんという俳優さんのおかげで自分自身本当に自由な演技をすることができたというふうに思っております。で、そういった力というものがあってでそれが一番最後の海のシーンで、ソルとツヨシが向かい合いながらこうやるシーンがあったと思うんですけどもその力というのがあのシーンで爆発したのではないのかなというふうに思っております。で本当に、今までいろんな方とお仕事をしましたけどもそういったことを全部ひっくるめてそうなんですけれども池松さんと初めてこのように一緒にお仕事をさせていただきましたが本当にあの驚くべきそういった経験をさせていただきました。照れちゃうので韓国語で言いました。いやそんなそんなもうでそれが全部映画に現れてるなというふうに思いました。いやまあそのラストのそのソルすごいんですよ。ぜひまあこれはね劇場で映画で見てもらいたいんですけど僕は逆にそのヒソさんのその映画に対し一本の作品に対してのその集中力の持続の仕方と瞬発的な反応の仕方とまあもう なんていうんですかねその愛情の注ぎ方これはまあ数々の、日本の女優さん見てきましたけど本当に驚きましたしとんでもないなと思いましたし特にやっぱりヒソさんとミンジェさんのその本番の時の、集中力とか凄みっていうのはかなり驚いてその話をずっといろんな人としてましたね撮影中も。まあだからこういう性質の映画だったんで目っていうものはすごく重要だったんですよね。言葉とともに目っていうものが重要でパクジョブンはかつてその芝居にとって一番重要なのは目と呼吸だって言っててまあそれは本当に 100% 同意できますしまさしくそういう映画になったのかなと結果的には思いますけど。저는이번에그연기하신분들그희서씨도그렇고예은씨도그렇고민지씨도그렇고우리한국배우분들과그리고일본오다기리조배우님하고이키마츠배우님모두그리고
아나부까지 이 뭐랄까요 그 앙상블이 보통 영화를 찍으면서 이렇게 자연스럽게 서로가 이렇게 화면을 보고 있으면 편안함을 느낀다. 그 안에서 그들의 어떤 내러티브의 충돌, 그 내러티브의 텐션 이런 것들이 온전히 이입할 수 있게 어떤 묘하게 거의 자연을 보는 어떤 숲을 보고 있고 아니면 어떤 꽃을 보고 있는 것처럼 자연스럽게 느껴진다는 게 아주 인상적이었고 그렇게 편안하게 유도를 한 연출을 한다는 게 되게 부러웠습니다. 왜냐하면 사람마다 개성이 다 다르기 때문에 충돌하게 돼 있고 그리고 호흡이 다르고 시선도 다르고 그리고 서로 호흡을 쓰는 게 다르기 때문에 사실은 약간씩 어긋나는 거를 누르면서 가는 게 저는 연기 연출에서 어쩔 수 없는 지점이라서 늘 고민이 되는 지점이었는데 이번 영화는 오히려 한국과 일본 배우가 만났음에도 불구하고 이상하게 그런 것들을 저는 모니터할 때든 아니면은 진짜 영화에서 볼 때든 그런 걸 전혀 보지 못해서 상당한 베테랑 분들이 서로의 뭐랄까 아우라가 있음에도 불구하고 그 아우라보다도 상대방에 대한 뭐랄까요 에너지를 어떻게끔 자기가 잘 받아들여서 정말 앙상블 하나로 자연스럽게 만드느냐에 모두가 포커스를 맞추고 있는 것 같아서 그래서 그 현장 분위기나 그리고 나온 결과물이나 그리고 매테이크 매테이크 들어가 있는 어떤 그 숨결들이 누가 봐도 자연스럽다 연기다 진짜 이것이 자연스러운 기술이다 라는 걸 보여주는 일례로 남을 수 있는 영화였다고 생각합니다. 今回の作品にはいろんな俳優さんが出演していましたよね。池松さんもそうですし、ヒソさんもそうですし、ミンジェさんもそうですし、小田切丈さんもそうですし、イェウンさんもそうですし、また、学ぶ役を演じた、佐藤さんもそうですし、いろんな方々がいたんですけれども、本当にこううまくアンサンブルを成していたというふうに思いました。本当に自然に、みんなが、お互いカメラの前でなんか気を使うことなく気楽にやっていることができているというようなそんな感じがしました。またナレーティブのテンションにみんなが同じようにこう入り込むことができた、溶け込んでいた、うまく溶け込んでいたというのが僕にとってはとても印象でした。そのように自然にみんなを誘導することができる、自然に演出することができる、そういったことに対して僕は非常に羨ましいなというふうに思いました。なぜかというと、それぞれ皆さん違った個性を持っているし、違った呼吸ですとか違った視線ですとか、そういったものをお互い持っていますから、どうしてもこうすれ違いというものがあってしまって、それをうまく抑え込むのが演技の演出だというふうに僕は思っていたんですけれども、今回のこの映画というのは韓国と日本の俳優が集まっていたにもかかわらず、僕がモニタリングをして見ていると、本当に皆さんそういったことを全てなんかこううまく調和していたということを感じられました。皆さんベテランでそれぞれオーラを持っているにもかかわらず、それをこのオーラ、自分のオーラというよりも相手のエネルギーをうまく受け取って、うまくこう調和して一つのものを作っていこうということに対して皆さんがとても集中していたなというふうに思いました。で、そういったことが現場の雰囲気として現れていますし、この映画の結果として現れていますし、またワンテイクワンテイクの息遣いを見てもそういったものが感じられることができました。本当に誰が見ても自然なそういった演技演出をできたというふうに感じられました。終わりだそうです。あー、すごく面白かった。いや、本当にもう3時間ぐらいです。全然話せません。パクチョンボン、ビール飲んでんの今？あーカリカリカリありがとうございます。感謝しました。ありがとうございます。せーすん、せーすん、スマホルかけ。お酒飲みに行きますね。またこれしましょう、パート2とかやってください。ね、またすぐ。久しぶりです。感謝합니다。お疲れ様でした。